エクスプローラー2号は、アメリカ合衆国の人工衛星。エクスプローラー1号の計画を繰り返す予定だったが、打ち上げに失敗し、起動には至らなかった。エクスプローラー2号は1958年3月5日18時28分、ケープカナベラル空軍基地にて、ジュノーアイにより打ち上げられた。ソ連のスプートニク1号の打ち上げを受けて、アメリカ陸軍弾道ミサイル局は、 ジュピター C を使用した人工衛星の打ち上げを進めるよう指示された。ジュノーアイはすでにノーズコーンの再突入テストをジュピター C で済ましていた。アブマとジェット推進研究所は共同でジュノーアイの調整とエクスプローラー1号の製作を84日で完了させた。エクスプローラー2号は宇宙船の検知のため外側カウンターを搭載していた。また、 流星人を検知する目的で、ワイヤーグリッドアレイと音響検波器も搭載していた。ジュノアイの故障により、4段目が点火せず、結果として、エクスプローラー2号は、軌道投入に失敗した。データシート、エクスプローラーインフォメーション、デパートメント・オブ・アストラノーティックス、国立航空宇宙博物館、スミソニアン博物館、2008年2月2日閲覧、 ローンチビヒクルデータベースレッドストーン。JSR2008 年2月3日閲覧。ミッションスプスクラフトライブラリー、エクスプローラープログラム。ジェット推進研究所。2008年2月2日閲覧。ありがとうございます。